日本の軍事では戦後の日本の国家安全保障政策と防衛力について外観するために軍事調整、軍事政策そして軍事制度について説明する。ここでは日本の安全保障政策全般を外説するので憲法9条問題に関しては日本国憲法第9条核武装問題に関しては日本の核武装論核方面の領土問題に関しては北方領土問題 竹島問題、尖閣諸島問題を参照されたい。また近年は、福島第一原発事故による安全保障上の大きな事象が起きた。第二次世界大戦において敗北したために日本は、その軍事力の大部分を失った。日本は、米国主導のもと、帝国主義を破棄したことにより、朝鮮、台湾、南洋諸島を失った。その後に、朝鮮戦争で顕在化した。 米ソ連戦において、ソ連などの共産勢力に対抗するために軍備を再建し、米国と日米安全保障条約に調印した。ただし造成する軍備の程度は防衛活動の必要最低限に抑え、また国際連合への協力や、東、アジア、太平洋地域の国際関係に考慮して、武力行使は防衛の局面に限り、最小限に止めている。さらに、 民主主義国家としての軍事に対する政治優先を原則とした文民統制に基づく西軍関係をとっている。詳細は日本の地理を参照日本列島の地形図。その国土は北海道、本州、四国、九州と約3340の島から構成され、ユーラシア大陸に向かって沿った古城列島である。日本の地勢は その約75%が産地であり、地形は平均すると約40平方キロメートルの平地、海岸平地、盆地はそれぞれ重心が約40キロメートルのアイロによって接続されており、そのアイロも主要道路、または鉄道一本によってのみ接続されているために複雑である。地政学的位置、編集日本は北東アジアに位置し、 四方を海に囲まれた孤立的な高い用型の国家である。国境が隣接する国家は、日本海を挟んで北にロシア、西に日本海、または津島海峡を挟んで、朝鮮半島の北朝鮮と韓国、そして東、シナ海を挟んで中国、南には太平洋を挟んでフィリピンやミクロネシア諸国、東には北、太平洋を挟んでアメリカ合衆国がある。 地政学的な観点から、このような日本の位置を見ると、ニコラス・スパイクマンによって、ランドパワーとシーパワーが対決する重要な地域である、リムランドの東端に位置していることが指摘されている。軍事地史、編集基本的に日本は島国であるために、陸路の接近経路を求めることはできない。しかし、強硬な国土に人口が密集し、また東京、名古屋、大阪、神戸、広島、 福岡、仙台などの主要都市が沿岸部に集中しているために、航空優勢や正海圏を持つ敵の攻撃に対して脆弱である。さらに農業に適した温暖気候と水資源に恵まれている一方で、原油や天然ガスなど産業の基盤であるエネルギー資源に乏しいために、それらは主にシーレーンを通じた海外との交易に依拠している。太平洋、日本海。 東、シナ海などの海洋をつなぐ宗谷海峡や津軽海峡などの収束点の多くと日本は接している。例えば旧ソ連海軍のウラジオストク基地から出撃して日本海から太平洋へ進出するためには必ず宗谷海峡、津軽海峡、津島海峡のいずれかを通過しなければならない。また東アジア地域の幅広い地域に展開することが可能な地域にあり、 例としては九州は日本海、東シナ海、太平洋のいずれにも接し、海路や空路によって韓国、北朝鮮、中国、台湾に部隊を展開することができる。詳細は日本の軍事史を参照冷戦、編集大日本帝国の時代に日本が第二次世界大戦のポツダム宣言受諾による降伏をしてから大日本帝国陸軍及び大日本帝国海軍は 日本を占領した米国は、日本の非軍事化、民主主義復活強化を占領行政の基本方針とした。そして1946年に軍備と公選権の放棄を謳った第9条を含む日本国憲法を制定した。だが、その後、東西冷戦が開始され、米国はそれまで日本の占領行政の方針を大きく転換し、そして1948年1月に、 ケネス・クレーボーオン・ロイヤル陸軍長官のサンフランシスコでの演説で日本を極東での反響の防壁とすることが宣言されたことに始まって日本に再軍備を命じた。さらに1950年に朝鮮戦争が勃発し戦力が不十分だった韓国軍は釜山周辺にまで後退し北朝鮮軍が津島海峡に接近した。米国は 国際連合安全保障理事会に要求して、北朝鮮の即時停戦を求める決議案を成立、全面的な軍事介入が決定された。朝鮮戦争勃発時の在日米軍は4個、師団5万2千人であったが、開戦ですぐに3個師団が朝鮮半島に派遣され、また残りの1個師団も出動が準備されていた。つまり日本の防衛を担うことができる軍事力が、 皆無となったのだった。この事態を受けて、マッカーサー連合国最高司令官は、日本の安全保障が大きく損なわれる危険性を危惧し、日本の独自の軍事力の必要性を認めて新たな軍事組織の進編を決断した。しかし、国内の反戦世論と近隣アジア諸国の反応を考えた上で、治安維持に重点を置いた組織として1950年、 警察予備隊が創設されることとなった。警察予備隊は、名目上は、警察の支援、治安維持を任務とする組織であったが、兵力は約5万500人、管区隊の編成基準は、米陸軍の不評師団の編成が参考にされ、職種も10種類の兵科また装備も後に、軽機関銃、重機関銃、迫撃砲、軽戦車、105ミリ榴弾砲が用いられ、規則、 訓練、命令などのタイムは GHQ の顧問管理グループの指導を受け、事実上の軍隊であった。このような便宜的な手法は、後々まで日本の国論を二分することになり、また社会的には反自衛隊運動などが行われるなどの影響を残すことになる。またこの頃から北方を重視する軍備はこの時点で、すでに開始されている。警察予備隊は 防衛庁設置法で防衛庁の任務を我が国の独立と平和を守り国の独立を保つと明確に規定する。しかしながら作戦行動に必要である民間の物資、施設、人員の動員を定める有事法制は合意されることなく、この不完全な国防体制は半世紀もの間放置される。さらに防衛庁の設置とともに統合作戦の調整機関として、 統合幕僚会議が設置されるが、指揮権をめぐって、政権与党の自由党がその権限を抑制したために、統合運用の体制でも欠陥を抱えた。これらは、当時の日本政府の見解が、憲法9条や国内の反戦世論、野党勢力などを配慮して、攻撃能力を持たないので、軍隊ではないとして、自衛隊は軍隊ではないという説明をし続けたことなどが、関係している。 中曽根康弘元内閣総理大臣は歴代総理の中でも防衛政策を明確にした総理の一人である陸上戦力に偏った軍備を批判し海上戦力と航空戦力の強化を呼び偵察衛星の配備を提言した。だが中曽根総理の時代ではそれらは政府が研究するに止まり実行に移されることはなかった。 その後の再軍備論争で陸上戦力に変調した軍備は焦土作戦、本土決戦につながるという批判が上がった。警察予備隊の創設に見られるように再軍備で陸上戦力が先行したのは戦後日本の経済的限界や GHQ の航空禁止政策によって航空機や艦艇を十分に揃えることができなかったためである本土陸上戦力を主体に作戦するという 防衛計画についても法整備が行えない政治状況から防衛庁としては踏み込んだ説明を行っていなかった。高度経済成長以降においては海上において敵部隊を撃滅するために海上兵力や航空兵力が大きく増強されたことから1985年の防衛白書では従来からの小規模な侵略に対しては独力で排除という方針に変わりはないものの 自衛隊の主要な防衛作戦として、これは現在に続く着上陸進行対象における、沿岸海域における、対象、海岸地域における、対象、内陸部における対象という日本の防衛計画の大きな柱となっている。しかし近代史上において、上陸船の成功が見込めるだけの戦力差、国力差ができた状態から、 明確な上陸糸を持って進発した敵上陸軍を海上で完全に撃破できた例はない。ことから大規模侵略に対しては一貫して日米安保の検事による対処が謳われている。また2001年の防衛白書より不正規型武力攻撃への対処としてゲリラや特殊部隊による攻撃など各種侵略形態に対処するための作戦が加えられた。ポスト冷戦。 編集1992年の PKO 法、1999年の周辺事態法、2001年のテロ対策特別措置法、2003年の有事法制、イラクトクス法などは野党より選手防衛を離れ、積極的な自衛隊海外派遣を可能にするものとして批判を受けたが、年代が下るにつれ、国会では圧倒的多数で成立するようになった。 2006年12月15日に成立した防衛庁設置法等の改正で防衛庁は防衛省に昇格した。省に昇格しても選手防衛の国防方針に変わりはないと表明している。これは主力装備の削減が計画的に進められていることからも武力行使について抑制的な日本の政策に大きな変化があったと考えることはできない。また同法案はこれまで 不随的任務だった周辺自体への対応や国際連合を中心とした国際協力を本来任務に格上げした。冷戦後、PKO などの戦争以外の軍事作戦により平和を維持し創造するための活動が広く行われるようになった。自衛隊ペルシャ湾派遣、自衛隊インド洋派遣、自衛隊イラク派遣などがその事例として挙げられる。日本の安全保障政策は 昭和32年5月20日の国防会議で策定された国防の基本方針で定められていた。その方針では国防の目的は直接侵略と間接侵略を抑止し、もし侵略行為があれば、これを排除することで国家の独立と平和を守ることと考えられている。そこで基本方針としては国際連合の活動を支持し、国際協調で 世界平和を支援し、民政を安定化させることで安全保障の基盤を確立し、その基盤を踏まえて最低限の防衛力を段階的に整備していく。もし外敵から侵略があれば、日米安全保障体制に基づきながら対処するものとする。このような国防の基本方針を踏まえて、以下のような諸々の政策方針が定められている。二0 1三年十二月十七日。 国防の基本方針に代わるものとして国家安全保障戦略が策定されこれに移行した戦後の日本の安全保障政策の基本選防衛とは自衛のための最小限の防衛力を保有し外敵からの直接侵略または間接侵略を受けてから初めて防衛力を行使することが可能となる受動的な防衛のあり方である選手防衛の下で実施される 作戦行動の地理的範囲は日本の領域内に必ず制限されるものではないが武力を行使するために外国に戦力を派遣することは許されない。戦手防衛のための自衛権を発動する条件としては国家に対する急迫した侵害が存在し、これを排除することが軍事的手段によってのみ可能であり、しかも最小限の武力行使に制限されなければならない。 このような指針に基づけば自衛隊の装備体系も長距離型爆撃機、攻撃型空母、大陸間弾道ミサイルなどの攻撃的兵器を含まないよう制約されている日米安全保障体制とは安全保障条約に基づいた日米同盟を言う。これは1952年に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約が発効し1960年には 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に改定されており、ここでは改定後の体制について述べる。日本国内に米国は自国部隊を配備する権利を与えられており、日米の事前協議を踏まえて作戦行動を取ることができる。さらに、日米地域協定においては、米軍の基地施設や労働者などの負担を、 日本政府が、設置国支援として、思いやり予算を提供することになっている。また、1978年11月に策定された、日米防衛協力のための指針では、作戦、指揮、情報、兵舘において、日米連合作戦を準備している。冷戦後この日米安保体制の戦略的意義を見直し、橋本龍太郎総理大臣と、ビル・クリントン大統領は共同宣言を発表し、 アジアと太平洋を安定させるために、アジア地域の米軍の前方展開を維持することを定めた。この宣言を踏まえて、日米両政府は1996年に、日米物品役無双互提供協定を定めて、米軍の兵団を自衛隊が担うことを制度にした。そして、日米防衛協力のための指針を1997年に決定し、日本周辺の地域で米軍の兵艦機能や、 情報機能を自衛隊が担うことを定め、日米相互協力計画を策定した。この日米安保体制が憲法解釈で禁じられている集団的自衛権に該当するかどうかについては政治的な議論がある。武器輸出3原則とは1967年4月に佐藤内閣が明らかにした武器輸出管理における原則である。これは具体的には共産権、 国際連合決議で武器輸出が禁止された国、紛争当事国、または当事国となる可能性がある国家に対しては、外国側世、外国貿易管理法、輸出貿易管理令に基づいて、経済産業大臣が武器輸出を許可しない方針である。この原則は1976年2月に、三木内閣で発表された武器輸出に関する政府統一見解に発展されて、 三原則対象地域には武器輸出を許可せず、また三原則対象地域以外の地域に対しても憲法全文と外国側せ外国防衛機管理法に基づいて武器輸出を自重し、武器製造設備の輸出についても武器と同様に扱うと厳格化した。したがって1983年以降は防衛交流に基づいて米軍への軍事技術の 提供が三原則に抵触するのではないかと疑われ、日本政府は日米安保の運用のために三原則ではなく、日米相互防衛援助協定に基づいて実施することと定め、武器技術共同委員会が両国政府の協議機関として創設されたことで、米国に対する規制は実質的に緩和されている。2014年4月1日、武器輸出三原則に変わり、 防衛装備点3原則が策定された。比較3原則とは、核兵器の不保持の方針であり、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという原則を言う。この原則は、参議院の商工委員会での原子力基本法に関する審議で、原子力燃料を人間を殺傷するための武器としては、使わないという合意が形成されたことに始まる。日本は、 第二次世界大戦において、広島と長崎に、米国から核攻撃を受けた歴史的経緯があるために、その後に核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという原則が1957年までには、ここに国会審議の中で確立されていった。1967年に佐藤栄作総理大臣が比較三原則を国税として答弁し、 この功績から彼は1974年にノーベル平和賞を受賞している。1976年に核拡散防止条約に批准する際にもこの原則が確認されている。ただしこの原則は国会での決議であり、法的拘束力を備えた原則ではない。この原則に従って日本は核戦力を保有していないために、 核抑止能力を米国に依存することが1972年に閣議決定されている。しかし米軍が核兵器を持ち込むことでこの原則を侵害した疑いが持たれており政治的に問題視されている。日本の一般政府、歳出一般公共サービス防衛公共秩序、安全経済業務環境保護住宅、地域アメニティ保健地域、文化、 宗教教育社会的保護ストックホルム国際平和研究所の統計によると2011年度の日本の防衛費はアメリカ合衆国中華人民共和国フランスイギリスロシアに次いで世界第6位である日本の防衛費が最大となったのは2002年度予算でその額は4兆9560億円であった以後防衛費は減少を続けている 日本の防衛費はその経済力に比較して抑制されている。G8 諸国の軍事費が2%から5%程度であるのに対して、日本の防衛費は1%弱である。1976年から1986年まで防衛費を GNP 比で1%以内とする防衛費1%枠の政策が取られていたが、同盟国に対して防衛力の増強を求める。 アメリカ政府からの圧力を受けて中曽根内閣において撤廃された。それ以後も防衛費が1%を超えたのは1987年度から3年度連続の例しか存在せず、その数値も1.004%、1.013%、1.006%とわずかな超過にとどまっている。国際協力活動は日本の防衛政策において比較的新しいものであり、 平和維持や人道支援などを含む活動である1991年の湾岸戦争を契機に国際協力活動の重要性が見直され国際貢献を目的とする海外派遣に踏み切ることになった日本ではこの国際貢献のあり方を見直す中で1992年に PKO 協力法を成立させ国際連合平和維持活動や国際緊急援助活動に 積極的に参加する方針へ転換した。カンボジアでの平和維持活動やモザンビークの平和維持活動、ルワンダ難民救援、ゴラン高原の平和維持活動、東ティモール避難民救援、アフガニスタン難民救援などの作戦が実施された。またイラク戦争が勃発すると、イラク特措法などの法整備によって自衛隊の海外活動はより拡大された。 また湾岸戦争後の総会活動や、テロ対策特別措置法に基づいて、多国籍軍の兵站業務を担っており、また2009年からのソマリア沖の海賊対策の一環として、海上護衛を実施している。日本の国防機構としてはまず実力組織である防衛省、自衛隊があり、自衛隊には、作戦領域から陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊がある。 準軍事組織としては、海上保安庁がある。自衛隊に防衛出動が命ぜられた場合には、防衛大臣が、海上保安庁の一部または、全部を指揮し得ることとなっている。海上保安庁は、軍隊の一部ではない。詳細は、自衛隊を参照日本の対外的な安全保障を、担っている、軍事組織として自衛隊が運営されており、 これは1954年に防衛庁設置法と自衛隊法に基づいて設置された。自衛隊法では自衛隊の任務について、自衛隊は我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ。 公共の秩序の維持に当たるものとすると定めており、国家安全保障政策を遂行する組織として位置付けられている。自衛隊の運用については、文民統制の原則に基づいて、内閣総理大臣が最高指揮監督権を保有しており、日本が外部から武力攻撃を受けた場合、または武力攻撃を受ける明らかな危険が生じている場合には、 内閣総理大臣によって自衛隊の防衛出動を命令することができる。国家安全保障会議として1956年に設置された国防会議は1985年に安全保障会議として設置された。国家安全保障会議では議長である内閣総理大臣の下で関係する国務大臣が議員として出席し、幹事として 関係省庁の職員が出席することができる。自衛隊に関する防衛行政を担当する。省庁としては防衛庁設置法に基づいて1954年に防衛庁が設置され、これは2007年に防衛省設置法に解消されて、防衛庁は防衛省に昇格された。防衛省は防衛大臣の下で自衛隊の管理を行う。防衛省には防衛会議、統合幕僚幹部、 陸上幕僚幹部、海上幕僚幹部、航空幕僚幹部、陸海空自衛隊の各部隊と各機関、情報本部、技術研究本部、装備施設本部、防衛観察本部が設置されている。特に自衛隊の統合幕僚組織である統合幕僚幹部の前身である統合幕僚会議は1954年に設置されていたが2006年に現在の体制に移行した。 統合幕僚幹部は、統合幕僚長の下で防衛省の防衛大臣を補佐する役割があり、具体的には統合運用による円滑な任務遂行を図る県地からの防衛及び警備に、関する計画の立案、作戦計画の立案、必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給、保健衛生、人事などの計画立案、 必要な能力的運営の調査研究、部隊等の管理及び運営の調整、大臣が定めた方針または計画の執行などが含まれる。このような統合幕僚幹部の業務の下で各幕僚幹部が各自衛隊の部隊と機関を運営している。日本の防衛関係費は国内総生産に対する1%程度である。1976年の閣議決定で、 選手防衛論議との絡みで1%を超えないものとする基本方針が決定された。1980年代にはこの枠の維持が国会審議の多いなお、この比率は後に低下し、2003年の日本の軍事予算比率は0.96%である。GNP における割合は世界的に見てかなり低い水準に抑制されており、 先進国の中で最低の比率であるにもかかわらず、予算規模は、為替換算ではアメリカ約5、200億ドル、中国約1、200億ドル、ロシア約550億ドル、フランス約450億ドルに次いで世界第5位であるが、大部分を人件費が占めており、装備、施設の維持管理費がこれに被さる。2004年の防衛予算は4兆8。 764億円で一般会計予算の5.94%を占める。日本では志願平成が採用されている。これは徴兵制が意見であると政府が判断しているからである。志願者は試験を経て自衛官として採用される。志願平成であるために景気動向によって人材採用が大きく左右され、後継気の際には人材確保が困難となる上に、 人材流出となりやすい。また、志願平成のために防衛官経費における人件費の割合は大きい。また、予備役としては、1954年から自衛官を退官した人員は予備自衛官に任官される。また2001年に自衛隊の未経験者を予備自衛官補として採用して、一定の訓練教育を経て予備自衛官として採用する予備自衛官補制度が作られ、 2002年から陸上自衛隊で採用されている。詳細は国民保護を参照現在、日本で民間防衛組織は編成されていない。ただし有事における民間防衛活動は国民保護として法整備が行われている。民間防衛及び国民保護を参照されたし、詳細は自衛隊を参照詳細は陸上自衛隊を参照陸上自衛隊は 日本の国土の防衛警備を担当しており、着上陸作戦や空挺作戦によって領土に侵入した外敵に対して排除、または抵抗を行う、作戦基本部隊である士団と旅団について、陸上自衛隊では重装備を合理化して運動性を重視した即応近代化士団、旅団と本格的な侵略自体から多様な脅威に対処できる総合近代化士団、 旅団の二つに部隊の特性を区分して配置している。軍団に相当する方面隊が14万8000名から5個編成されており、北方から順に北部方面隊、東北方面隊、東部方面隊、中部方面隊、西部方面隊が置かれている。また方面隊とは別個に中央側欧集団が置かれており、これは機動運用部隊として位置づけられている。 師団旅団については八個師団と六個旅団を地理的区分に基づいて十四カ所に配置する。主要装備においては、戦車が九百十両、装甲車が九百五十両、野戦砲が六百六十門、航空機が約五百機を保有している。詳細は、海上自衛隊を、参照海上自衛隊は約四万四千人で、機動作戦を担当する自衛艦隊と、 近海警備を担当する五こ地方隊からなる。主要装備は、各種艦艇151隻、42.8万トン、航空機約310機である。詳細は、航空自衛隊を、参照航空自衛隊は、約4万5千人で、主要作戦部隊は、航空総隊、4個航空方面隊を管轄する。主要装備は、各種航空機約500機、うち戦闘機は、 約370機である。予備役にあたる予備自衛官は自衛隊全体で約5万4000人を有する。詳細は在日米軍を参照日米安全保障条約に基づき米国は日本防衛の義務を負い、そのために米軍が日本に駐留している。日本は在日米軍が発揮する軍事的プレゼンスはアジア太平洋地域における安全保障秩序の維持。 日本の国防、国際問題への取り組みにおいて必要不可欠であると認識している。日米安保体制をより効果的に機能させるために、平時から日米の戦略目標の認識の共有を進め、役割分担、軍事問題や安全保障問題に関する戦略、対話や政策協議に取り組み、また情報交換、運用協力、共同訓練、技術交流なども、 積極的に推進して体制をより強固にしようと努めている。さらに在日米軍が使用する軍事施設に関係する負担の軽減についても留意することを示している。また日本防衛の義務を負うものではないが国際連合の軍隊も日本に駐留している。これは朝鮮戦争における国連軍が未だ解散していないところ、日本はこの国連軍の行動を援助しており、 そのため、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定を複数の国との間で締結し、それに基づいて駐留しているものである。キャンプザマには国連軍広報司令部が置かれている、米軍再編計画、編集小泉政権は米国から強化要請があった、MD 導入予算や思いやり予算維持拡大、米軍基地移転避年出を、 防衛予算増額ではなく、正面装備の削減で賄ったという説がルフ、されているが、それは事実ではない。思いやり予算は1999年のに、756億円が、ピークで、その後は、減少傾向であり、小泉内閣の最後の年度である2006年度は2、326億円、2009年度は、1、928億円に減少しているので、 小泉内閣時代に思いやり、予算を拡大してはいない。米軍基地移転費は2008年度は191億円で、あり、2008年度の防衛予算全体4兆7、797億円に、対しては0.4%、武器購入費研究開発費1、153億円、施設設備費1、200億円 IT 機器購入費776億円。 イコール1兆1、810億円に対しては1.6%であり、その程度の比重なら、毎年の予算の武器購入費、研究開発費、施設設備費、IT 機器購入費の変化の範囲内の差であり、米軍再編費用のために、正面装備を削減したというのは、過剰な表現である。軍事予算に対する、人件費、運営費、管理費、武器購入費、研究開発費、 施設建設費などの内訳や詳細な支出項目は時代状況により変化し年度ごとに変化するので例年の変化の範囲内ならば正面装備を削減というのは過剰な表現である2014年に完了する予定の米軍の世界的再編計画とそれに伴う海兵隊のグアムへの移転の経費のうち日本側の負担分は2009年現在では 総額は確定していない。日本は昭和21年11月3日、交付昭和22年5月3日施行の日本国憲法第2章戦争の放棄第9条。日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久に これを放棄する。との第一項目によって、国際紛争解決のための武力保持、威嚇、攻撃の権利を放棄している。また同、第二項では、全項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の抗戦権は、これを認めない。として、武力保持と抗戦権を禁じている。根拠としては、憲法全文の日本国民は、 高級の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。からである。これは憲法制定当時は世界で日本唯一のものであった。事実、多くの国の軍隊と違い。 憲法制定以降70年余りの間、他国との交戦状態に入ったことは一度もない。一方で、第二項の全項の目的を達するためとあることから、自衛のためだけに設置された自衛隊という組織が存在する。これは1950年に朝鮮戦争が勃発し、日本国内の防衛、治安維持を受け負ってきた連合国軍が朝鮮半島へ出兵するため、 軍事力の空白を埋める目的で、アメリカの要請により設置されたものである。自衛隊は軍隊であるかどうかは長らく、国内外において意見が分かれており、侵略戦争はしないし、またそのような能力も持たない。あくまで自衛目的でしかないという意見と、兵力を保持しているのだから、軍隊となんだ変わりがないという意見とに分かれ論議、されているが、国際的には、 ジャパンセルフディフェンスホースと軍であるとの認識が大勢である。2001年、当時、総理大臣であった小泉純一郎は、自衛隊は軍隊であると国会で発言した。また、同時に、自衛隊が軍隊ではないという今までの政府解釈はおかしいとし、憲法を改正して、国防の任に携わる人に軍隊としての正しい、地位と名誉を与えるべきだと述べた。日本の各武装論及び、 核抑止も参照2010年現在、日本は核拡散防止条約や非核散原則から核兵器を保有していない。しかし、田上敏夫など一部指揮者の間では核武装論が根強くある。日本は原子力発電の開発に力を入れており、核技術においては世界の中でも先進国に分類される。また、再処理技術や高速増殖炉など、 核兵器と密接に関連する分野においても、核非保有国の中では最も進んでいるとされる。原料についても、国内に無数の原子力発電所を持ち、特にプルトニウムについて、青森県六ヶ所村の核燃料再処理施設や、高速増殖炉文珠等の関連施設を持つ。また、これに関連して、大陸間弾道ミサイルなどの弾道弾と密接に、つながる宇宙ロケット開発においても、 ただし、実質的に打ち上げ能力のみであり、ミサイルとして重要な大気検査突入に関しては数えるほどで経験が不足している。そのため、国内外から現状では保有していないが、必要ならば生産できる準備のある国家と見られる向きもある。しかしながら、核武装可能という事実をもって、このことを外交カードとみなす政治評論家もいる。 中西て正などの日本の核武装を主張する論者からは北朝鮮の脅威に対抗して核武装の準備を進めるべきとの見解が出されている。なお、中曽根康弘の自伝、自省録によると中曽根が防衛庁長官時代の1970年に極秘研究として日本が核兵器を開発できる可能性について検討を行ったが結論は期間5年以内 費用約2、0円で実現可能。ただし国内に核実験場が持てないので、現実的に不可能であった。核を抑止力として保有する場合、核実験を行い、実用的な核兵器を保有している事実を公開する必要がある。しかし、現在の日本の国土情勢と市民感情では、核実験場を建設することは非常に困難である。このため、 たとえ核兵器を保有できたとしても、他国が言ってきたドクトリンと同様に、核兵器を運用することは、ほとんど不可能である。以下の軍事力改革が、学者、民間人によって提言されている。一方、元自衛隊関係者による提言は、以下の通り諸外国の国内経済状況や、外交政策の転換、国際情勢の変化により、期待、要望、提言、 働きかけが撤回される可能性もある。スパイクマン、1944年国家、安全保障戦略について、防衛長編、平成17年版日本の防衛防衛白書より、危機に強い自衛隊を目指して、攻撃的兵器と防御的兵器という兵器類の分類は、軍事理論には存在しない分類法であり、国会答弁において、政治的配慮を狙った特殊な分類法である。 この答弁の詳細1969年3月10日参議院予算委員会政府答弁と1971年5月15日衆議院内閣委員会政府答弁を参照されたい。日本は1951年のサンフランシスコ平和条約で集団的自衛権の保有を承認されたが、1960年の新安保締結時に社会党の反発により、 政府見解として集団的自衛権を有しているとしてもこれを発動することは憲法の容認する自衛の措置の限界を超えるものであって許されないとの解釈を打ち出した防衛装備点3原則について防衛省2014年9月9日閲覧ガバメントエ A グランス OECD 10.1787 2221万4399戦後防衛政策と防衛費、定量的歯止めを中心に統合運用について、防衛省、平成22年3月防衛法学会、新定世界の国防制度、防衛長編、平成17年版日本の防衛防衛白書より、危機に強い自衛隊を目指して、防衛長編、 平成17年版日本の防衛防衛白書より、危機に強い自衛隊を目指して、防衛省在日米軍中流系費負担の推移 https コロンスラッシュスラッシュ www.mod.go.jp スラッシュ j スラッシュアプローチスラッシュ zaibeigun スラッシュアス刑費。推移テーブル6から 13html 防衛省法令。 予算及び決算防衛予算関連文書はが、国の防衛、予算平成20年度予算の概要物件費 PDF の29ページ、文書の27ページ、https コロンスラッシュスラッシュ www.mod.go.jp スラッシュ j スラッシュ yosan スラッシュ yosan 概要、2008、予算概要、PDF 仙台、正論懇和会、 中西テル氏、北情勢語る、離島有事に、無人偵察機防衛省、21年度導入へ、産経新聞、2009年1月24日、日号、物品役務協定を、締結災害援助で、協力強化。 47news,http://www.47news.jp:/cn/201005/cn2010051901001178.html2010 年5月20日閲覧、日号2プラス2で、物品液無相互提供協定に署名自衛隊と、豪軍の連携強化。 m s n 3 k ニュース、h t t p コロンスラッシュスラッシュ sankei.jp.msn.com ポリティックスポリシー 10519PLC1 兆51億9210万 3014N1HTM2010 年5月20日閲覧陳相統、日米との準軍事同盟関係構築の必要性を強調台湾集法 2006年10月9日、日清戦争日露戦争第一次世界大戦、シベリア出兵しな事変マイナス大東亜戦争、ソ連対日産戦朝鮮戦争、冷戦から自衛隊海外派遣。ありがとうございます。